コリン・ブルーベーカーはアメリカ合衆国出身の男性アイスダンス選手。パートナーはアリスサンドラ・アロノー、レイチェル・ティベッツなど。兄はフィギュアスケート選手のロックニ・ブルーベーカー。2010から2011年シーズン ISU グランプリシリーズに出場。イリノイ州シカゴ生まれ。兄や姉もスケートをしておりコリンも8歳でスケートを始める。2006から7年シーズンまで。 コレン・ラトコと、組アメリカの全国選手権に、出場。2004年には、インターメディエートクラスで、全米ジュニアフィギュアスケート選手権本戦に進出する。あと、レイ・チェル・ティベッツとのカップルで、国内成績を待たずナショナルチームに選出され、2007から8年シーズンから2009から10年シーズンまで、ISU ジュニアグランプリに出場。ファイナル進出こそなかったもの2009年。 ミンスクアイスでの2位をはじめすべて一桁順位の成績を残した。この韓国内ではジュニアクラスで全米フィギュアスケート選手権に出場し2009から10年シーズンには2位に入る。2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権にアメリカ代表で出場7位の成績と高スコアを記録する。2010から11年シーズンから国際競技会では シニアクラスに出場、ISU グランプリシリーズ出場を果たす。ありがとうございます。